西東京市の多摩六都科学館では、日本万華鏡大賞の優秀作品を集めた展示会が開かれ、来館者の人気を集めています。日本万華鏡大賞は、2000年から毎年行われているもので、展示会には今年優秀作品に選ばれた30点が並んでいます。ピアノの形をしたこちらの作品も万華鏡です。鍵盤を弾くと音色に合わせて幻想的な世界が広がります。応募者は愛好家から高校生までと幅広く、どれもユニークな工夫が凝らされています。万華鏡は1816年、イギリスの物理学者が発明したもので、発明から3年後に日本へ伝わりました。会場には鏡の仕組みを分かりやすく紹介するコーナーもあり、科学館は作品の斬新さや美しさだけでなく、科学的な面白さも知ってもらえればとしています。